はい、どうも、皆さんこんばんは。2017年12月の6日、18時47分です。よろしく。はい、ワードツー。いやー、どうなってくんだろうな。どうなってくんだろうな、本当に。これ食べていいの？ありがとう、のんちゃん。いただきます。はい、お疲れーす。あ、うまそう。いただきます。うまいね。金銭的には、おい、いっすいっす。金銭的には、要は、税務署がつつくっていうか、チェックっていうか、こいつ脱税も逮捕考えようっていうのは2000万って言われてる、年収。年収2000万クラス。なんでかっていうと、税務署で、捜査を入るのってすっごく時間かかるし、すっごく手間がかかるのよ。何人体制で2000万の収入に対して課税額が決まるわけじゃん。で、そこをつつきたいわけよ。簡単な話、ふわっちで100万円、1年間で200万しか儲けてませんって、税金の対象、そんなに取れる額が少ないわけだ。このさ、うん十万のためにさ、1年間捜査とかできないでしょ。だから普通、丸さが入るって言われてるのは2000万が普通。だからフワッチのトップの人はやばいよね。トップの人が笑い。やばい。ダメでしょ。安心じゃなくて、税金は納めないと。それは義務だから。だから、過疎主でも収入は申告しないといけないんだよ。3万円だろうが何だろうが。ただ3万円だったら税金かかんないけど。税金がかかるのって100何万からだっけ？ 100 何万以下は税金かかんないよ。いくらからだっけ？かかるのって。いくらからだったっけな。誰かわかる人いる？はい、いや、アイラはもう完全に丸さ対象だよ、あんなの。アイラがもし脱税してたら捕まる。103万以上か。ありがとう。アイラは対策しないとパクられる。103万か、今。トルティーヤみたいなパン。アイラクラスはもう完全に税理士入れないとダメ。197万以下は政府か。まあだから主婦のアルバイトとか3万円4万円とか大丈夫なのか。3万円ぐらいか。3万円じゃないか。キャスバーの酒代は配信回してたら経費でしょ。どう考えても。配信回さないで飲んでて、ミーティングとかだったら OK じゃないの。だから使ってる項目による。まあでも、個人事業はほぼ経費で落ちると思うよ。やってます、やってます。ありがとうございます。
どっか行っちゃった。あ、わかる。どっか行ったよね。どこ行ったんだろうね。わ、うん、かんない、うん。レシート管理してるっつうか、あの、まあ、厳密に言うと、まあ、レシートでも領収書でもいいんだけど、それがないとさ、証明ができないから。いや、野田総理のビットコイン評価額3億円って絶対嘘でしょ。うん。絶対嘘でしょ。そんなことになってんの本当に。あれ本当だったの？噂じゃないの？ってことは相当昔から持ってたってことだよ、ビットコインを。だって、今年の頭40万とかだったでしょ？ってことは40万で1億円分買って、今やっと寝か、塩漬けして、評価額3億になったとかいうレベルだよ。そうじゃないの？キャスバーは付けできるかどうかは知らない。まあ普通飲食店で付けとか絶対マナー違反だからやらないけどな、俺は。横田と一緒に4年前に、あー、あるなあるなぁ。え、本当に3億掴んだの？ピョコちゃんと一緒に4年前のビットコインの価格っていくらだ？え、ピョコちゃん大儲けじゃん。あるなぁ。え、バリューが全部売れたら3億？あ、っていうか俺もバリュー始めようと思うんだけど、バリューどう？バリューの評価額か。俺もね、実はね、去年から思ってたんだけど、バリュー始めようかなと思ってんだけど、どう？買いたい人？バリュー、和道バリュー、うん。ビットコインは、だからマイニングで1万円分買ったとかが、もう、なんで1万円になった時期とかでも相当数十億入ったとかそういう話はあったけど、今もう100万円超えてるからね。バリューってすぐ作れんの？今作ろうかな俺。バリュー、バリューやる？バリューって無料でできるんでしょ？え、じゃあバリュー作る枠やる？バリュー、え、ちょっと待って、バリューのさ仕組みを知りたいんだけど、バリューちょっとや作ろうか。バリューで作るときに発表しようか。バリュー、バリュー作ろうか。バリュー、バリューど、バリューはどこで作れんの？バリューの作り方を教えて。3億円分を売る権利を持ってるだけ。バリュー、じゃあバリュー始めます。時間を売るんじゃないでしょバリューって。え、何を売んのバリューって。ちょっとバリュー、ウィキペディア見て勉強しようか。バリューとは、価値 U であなた、取引時間はビットコインにて行われると。ほうほうほう。夜の9時までね。うん。え、ちょっと待って、バリューの説明が少なすぎるんだけど。そうそう、YouTube が炎上したやつ。これだ。これだね。バリューですよ。誰でも簡単。アナウカジオビット。ビットコインのマイクロトレードサービス。バリューは誰でも簡単にバリューを発行できるサービス。簡単に発行して好きな価格をつけて他人と売り買いできます。と。ほう。あなたのバリューを見てみよう。香川さんもやってるよね、バリュー。人気のバリューをチェック。バリューを発行して売る、他人のバリューを手に入れるとバリュアーになれますと。その人のタイムラインや限定効果コンテンツが見れるようになる、優待はバリューごとに自由に作れるインセンティブ、その内容も様々、あなたにとって嬉しいイベントやグッズ。あー、なるほど。要はバリューを株式みたいにできるのか。うん。え、でもなんか面白くない？うさんくさいイメージ。香川さんもやってるよ。え、でもなんか野田総理もやってんでしょ。ワンコインで特に自主公開できる。公開したバリューはトレーディングカードのようなもの。
他の人と取引して資産になる、あなただけが手に入れられる。どうやってやるんだ？ちょっとよく難しいな。俺のバリューは俺の価値しかないの。どういうことなんだろうな。誰か説明できる人いる？ちょっと難しいな、これ。どういう風な感じなんだろう。暗号ビットコイン。要はビットコインで取引するのは分かったわ。うん。緑さんもやってるんだ。ちょっと待って、仕組みを整理しよう。バリューの。俺がバリューを発行するわけでしょ？うん。あ、バリューは興味ないね。ビットコインが興味ないって言ったの。うん。ステッカー売るのと似たようなもん。でもさ、そのステッカーを転売できるって話でしょ？要は。で、それは、バリューを発行して、どういうことだろう。緑ができる、お前にもできるってことだ。うん。その、俺のバリューは、俺のバリュー。なんだ、バリューわかんねえな。バリューわかんねえな。個人の株を発行するんだ。で、株を発行して何になるの？どういうこと？ステッカーに希少価値があると、リスナーの間で売買が始まって。でも、物はバリューなんでしょ？うん。付加価値をつけなくてもできるの？株はさ、ほら、優待があるじゃん。その、配当があるじゃん。優待をつけない場合はどういう扱いになるんだ？価値が上がったところでその、ね、ああ、なるほど、なるほど。ああ。ああ、なるほど。要は、あれなんだ、クラウドファンディングに、としての機能もあんのか。ああ、なるほど。そういうことか。わかった、わかった。要は、俺は何かをやりたいっていうプロジェクトを立ち上げると。で、それに対して、バリューっていうものを発行すると。で、その名目で買って、その売り上げで何かをすると。いうことか、多分。うん。なるほど。じゃあ、やってみる。付加価値はパーソナリティ、配信者として伸びると思われたらバリューが上がっていく。なんでやめとくの？やだ。俺もよく分かってないね。俺もよく分かってない。ステッカーとか T シャツとか買えるの？買えるんじゃなくて、俺がプロジェクト、俺が、その、ちょっと待って、俺もよく分かってないんだよね。審査があんの？バリューって。もう速攻作れたんだけど。バリューアカウント一瞬で作れたんだけど。大丈夫か、これ。早っ。早くね？こんなに登録早いの初めてなんだけど。一瞬で作れたんだけど、審査とかなくない？で、バリュー、ん？ビットコイン通貨ジャパン。何これ？何これ？ちょっと待って、バリューの仕組みわかんねえな。マイバリューの発行。職業を選んでください。配信者ってあんのかな？職業なんだ俺。ファッションモデル、コスプレイヤー、PA、パン職人、パティシエ、バーテンダー、コンサルタント、YouTuber。YouTuber でいい？
YouTuber でいいですか？発行にあたって審査があるの？アーティスト、ノマドワーカー、プロデューサー、ニート。何ってなんだろう？トレーダー。タレント。スタイリスト。YouTuber でいいか？うん。コスプレイヤーではないでしょ？コピーライター、芸能マネージャー、クリエイター、カメラマン、画家、エンジニア、映画監督、アフィリエイター、アニメーター。なんで配信者ねえじゃん。YouTuber で登録するよ、じゃあ。YouTuber と。うん、ニートもあったね。簡単な自己紹介。簡単な自己紹介書くか。インターネット。インターネット生放送で活動しています。うん。ビットコインもあるんだね。え、ちょっと待って。俺何にもしてないのに。もう時価総額ついてんだけど。え、なになになにこれ、どういうこと？え、もうすでになんかあなたの時価総額ってついてんだけど。え、俺50万ってどういうことこれ。え、俺にもう50万の価値がついてんの。え、どういうことどういうこと、意味がわかんねえ。何あなたの時価総額って。え、どういうこと。え、何これ、全然仕組みが分かんないんだけど、もう時価総額 0.357 ビットコインだって。50万7405円、これが俺の価値なの今。え、どういうこと、なんでこんなに価値があるの今。あ、分かった、これあれだわ、あのこれあれだわ、あのフォロワーの数だわ、あの Facebook のフォロワーの数だわ。うん、Facebook の357人だわ。Facebook で時価総額測ってるわ、これ。あ、意味が分かった。うん、俺はじゃあ今50万の価値があるのね。ほうほうほう。あ、待って、Twitter も連携するわ。分かった、Twitter のフォロワーだ。分かった。要はね、野田総理、Twitter のフォロワーが多いから、ほら、増えた増えた。Twitter のフォロワーが増えた。うん、ほら。200万に増えた。え、ちょ、2000万、ちょっと待って、俺2000万だけど。ちょっと、フォロワー連携した瞬間2000万に跳ね上がったんだけど。なるほど、そういうことか。じゃあ、インスタグラムも連携し、Facebook、Twitter にした瞬間跳ね上がったもん。なるほど、フォロワーが多いからだ。200万か。200万に跳ね上がった。え、面白いね、これ。これを売れるんだ。じゃあ、ちょっとインスタグラムを連携します。インスタ連携します。YouTube も後々できるようになるんじゃないの？連携するわ。面白いね。うん。インスタグラム。うん。SNS 連携して、あ、インスタグラムそんなに意味なかったな。インスタグラムは意味なかった。あれ？インスタグラム？あれ？ちょっと待って。で、発行バリューどれくらい発行すればいいの？うん。ちょっと待ってね。和道が新しいステッカーを作りたい。テストで10枚する。1枚1万 PV。さらにこの限定ステッカーを持っていると、旧ステッカーもプレゼントから始める。よくわかんねえな。売り出しの希望価格をいくらにすればいいんだろう。ビットコインなんだ、換算が。円で計算してな。円で計算して。発行バリュー数どうしよう。発行バリュー数2万バリューしかできないの。発行バリュー数2万で作っていい？誰か詳しい人いない？これ。いや、審査申し込み今からするんだけど。いいや。なんだかわかんないけどやってみようか。バリューは
投資、利益を出す投資目的でご利用はできないと。うん。バリューの提供を運営する各会員は自己判断のバリューを購入する。ほう。まあいいや、やってみよう。で、審査は1日から3日かかると。マイバリュートップ。ほう。これ欲しい人いる？バリュー欲しい人います？僕の。よくわかんねえな。とりあえず3日後には返信が来るんじゃないの？俺が破産することはないでしょ？俺が破産することなくない？バリューってだって自分が死ぬ以外なくない？どういうことだ？俺のバリューはみんな欲しくないと。ありがとうございます。ないよね、破産がないんだよ。だから俺は儲かる一方なんだよ。でもこれ面白いな。どういうことだ、仕組みが分かんねえな。バリューについて調べたいな。質問です。バリュー詳しい人、俺が200万分のバリュー持ってるじゃないですか。これ売ったらどうなるの？俺の今の評価基準のビットコインを全部売ることはできるの？発行者はリスクないよね、どう考えても仕組み的に。おー、面白いな。 0.0 あ、以下です、以下です。 0. それ以下、それ以下ですね。まあ、以下ちょっとやってみようか。面白い面白い。買い手がつけば売れる。あ、なるほどなるほど。要は俺のマイバリューを切り売りしていく感じだよね、多分。そういうことだよね。要は俺は200万円今持っていて、それを買いたいっていう人がいたらその値段で売ると。で、増えていくと俺の株価が上がっていくんだ。そういうことか。そういうこと？合ってる？合ってるよね。で、例えば、じゃあ、100円で売って100円しか買いませんでした。だけど、この100円をもっと高い値段で買おうとして、俺が釣り上がる可能性があるってことか。いや、価値が下がったらリスナーからぶったたかれるって仕組みじゃん、これ。でも価値が下がることなんかある？なくない？発行が少なくて買い手が多ければ価値が上がる。どういうことどういうこと。誰か電話で説明してくんねえかな。発行数が少なくて買い手が多ければ価値が上がる。あ、じゃあ発行数少なくすればよかったな。発行2万バリュー作っちゃった俺。でも分散してる方がリスクは少ないよね。和道のバリューの価値が上がったら売ると儲かる。まあそうだけど、さらにビットコインとの兼ね合いもあるんだでしょ。できなかったマイピー。本人が売り抜けたら下がる。本人が売り抜けたら下がる。どうして？だって新バリューを発行したら下がるんじゃないの？売り切ったら市場が勝手に回るだけじゃん、和道バリューが。だから俺が新バリューを発行、例えば今200バリュー発行していて全部売りました。俺は200万手に入りました。でさらに新しいバリューを作ったら半分の価値になるってことだよね。合ってるよね。だから俺が追加発行を、要は追加の株を発行すると下がるってことだよね。違う？
合ってるよね。たくさんの支援出資者を和道は持った状態で始めないとダメだね。でもまあこれ株の仕組みをちゃんと理解してないとあれだな。もっと詳しく知りたいな。でもとんでもないビットコイン持ってる人いっぱいいるな。うわ、コトリッチやってるわ。懐かしいコトリッチ。元祖 YouTuber じゃん。コトリッチどこにでもいるよね、こういう新しいもの。上がる前提で売るのは矛盾するから下がる。ワード、価値、物、本質、相対的な価値、値打ち心が。和道さんが取引するのが発行市場、リスナー同士で取引するのが流通市場、価値は流通市場で上がる。俺のビットコインが欲しい、俺のバリューが欲しいって思われないといけないってことか。でもこれ完全に投機になるじゃん、そうしたら。じゃないの？だってさ、そんなことやってたらさ、俺とは別に、例えばリスナーで値段が上がるからっていう状態になったら、やばくない？それって炎上しない？要は俺がバリュー発行しました。で、俺のこと知らなくても値段が上がってるからっていう状態で株価急騰みたいな感じでブワーってなって、俺が売り抜けたら問題にならない？で、それを俺がそういう風にしようぜって言っちゃったらみんなできるじゃん。みんなで手組んで儲けようぜって言ったら俺悪用できるじゃん、これ。要は俺らで勝手にバリュー操作して、自分のバリューを操作してインサイダーできちゃうじゃん。ダメじゃん。ダメだよね。なんでこんな仕組みでやってんの？大丈夫なの？それ揉めない？だって俺がさ、みんなに金も、あ、それをやったのが頭いいじゃん。頭いいじゃん。だってできる仕組みなんだもん。あ、それで炎上したんだ。いや、だって俺今できると思ったもん。金持ってるリスナーさんに悪巧みできるじゃん。わざと高騰させて釣ってみんなに買わせて逃げようよって。やべえな。やべえ。大丈夫じゃないじゃん、これ。大丈夫なのこれ。ねえ、インサイダーそれで大炎上して本人が全部買い戻した。おお、あ、やばいね。ちなみに俺は光るのじゃないんだよ。それを多分黙ってやったのが光るなんだよ。俺はただこの仕組みってこうなんじゃないのっていう。だってこういう放送でさ、今リアルタイムでさ、できちゃうわけだから。ちょっとやばい仕組みだよね。購入先の個人の価値が、個人の価値が上がるって何をもってして価値が上がるってカウントしてるのか意味が分かんないじゃん。だってそんなもん存在しないんだよ。個人の価値が上がるって何？ SNS の登録数が増えるってこと？いや、相当恨まれるでしょ、これ、損した人に。やべえな。これどういう仕組みだ？支援目的ですってことになってて、マネーゲームにしてはいけないと。でもこれマネーゲームにしてはいけないっていう風になってるけれども、そういう仕組みじゃん。例えばバリューがヒカルに文句言ったんでしょ。要はそれやっちゃダメですよって。
でもそれって登記目的支援目的ですってバリューが公式に認めたってことでしょ。あの要は登記目的でやってますよねって認めたってことでしょ。それって運営公認で自分の仕組みをダメな仕組みだっていうのを認めたことにならない。だって明らかにそういう仕組みなわけじゃん。わかる？言ってる意味。そういう仕組みを仕掛けておいて、うちのサイトはそういう風になってないですって言いながら、要はクラウドファンディングですって言いながら、登記はやめてくださいって言ったってことでしょ。いや、お前の仕組みに乗っかっただけじゃんってことでしょ。運営も困って回答しなくなってる。損得ではなくシールみたいな感じだったらクラウドファンディングじゃん。わかる？それだ、パルちゃんが言うことだったらクラウドファンディングなんだよ。ただの。クラウドファンディングサイトではこれないんだよ。要は、買い手市場を作っちゃってるから。購入者の両親に任されてるけど、これ登記目的で、俺のバリューじゃなくてもできちゃうのがさらに怖いよね。要はここの仮想 YouTuber のバリュー操作しようぜってもうできるんだよ。それも怖いよね。あのね、税法的な取り決まりが扱ってないんだったら、あのマネーロンダリングに使えるってことだから、あの逆にあれだよ、要はあの需要があるんだよ。そこが厄介でしょ。ブラックマネーを洗浄したいお金持ちなんかいっぱいいるわけじゃん。だからそういう大金持ちだけど公式な金使えない和道リスナーがいたら、和道のバリューに変えようってなったら危ないよ。やば。でそのバリューのかっていうことは、要は分かった、意味が分かった。さっきの俺の200万円の価値ですよっていうバリューは、野田の評価額ってそれだ。分かった。3億って要は野田総理が3億持ってるわけじゃなくて、野田総理が発行できる金額が3億ってだけってことね。 OK。 これで要はフォロワーとか SNS のフォロワーが多いから3億弁売るバリューを持ってますよっていうことで正解。 OK だ。じゃあ売れない、誰も3億で買わないでしょ。それってさ、このサイト怖えな、頭いいな、作ったやつ。要はどっかのサイトがお前に3億円価値あるよって適当に言ってるだけじゃん。でしょ？なんだかわかんないバリューっていう会社がお前には3億円の価値があるよって言っただけってことでしょ。で、中身のない3億円を売ることができるよって言ってるんでしょ。やばくない？そうだよね。簡単に言うと。野田総理がビットコイン3億円分持ってるって話じゃないじゃん。やば。え、だったら野田は過去に買ったビットコインの話じゃないじゃん。全然話違うじゃんね。野田総理がもしビットコインを3億円分持ってたら、多分今すぐ売り抜けて現金化してるはずなんだよ。だからこれ何かっていうと、ただバリューの評価額が3億円って言って、なんだかわかんない評価額がついただけだね。だよね。野田はそのビットコイン持ってねえんだから。え、じゃあ野田総理はただ炎上に巻き込まれただけじゃん。簡単に言ったら。え、で、こんなの買いたい人いんの？いなくね？野田頭いいな。その上でミスリードしたんだ。うまいね。天才だな。この仕組みを全部理解した上で、バカらしく、俺ビットコイン3億持ってんだよってわざと言ったんだ。頭いいわ。失敗した。もう一回やり直していい？もう一回やり直していい？俺200万手に入ったって枠やればよかった。頭悪いな俺。そっ
そうだよ。やった、200万手に入るっていうタイトルで枠をやればよかった。バカだ俺は。トイレ行ってきます。ただいま。さあ、質問があります。俺がバリュー、200万円分今持ってて2万円だから、1個1万バリューで売ってるんですよ。合ってるよね。1万バリューじゃなくて1バリュー1万円の値段で売ってるとするじゃない。で、俺はその時価総額でしか売れないんだよね。合ってる、合ってる。俺は自分の値段は決められないんだよね、売るとき。合ってる、合ってる。つまり俺は値段操作できませんと。で、俺のバリューがさ、売り切れるまで流通は起こらなくない？例えばカオスが俺のバリュー持ってます、1バリュー持ってて、俺が100、俺のバリューが残ってるわけだ。19,999。カオスから買わなくない？そうじゃない？俺から買わない？これ矛盾がない？言ってる意味わかる？言ってる意味わかる？カオスからバリューを買うっていう人なんて存在しなくない？だよね。だよね。競争になりようがなくない？
俺が発行しなくて渋ればカオスから買ったらだって利益配当なくない？そう、売り切って初めてそれがあるけど、売り切ったら俺の価値はないから新価値、付加価値を生み出さないじゃん。だからさっき人気が出てきたら価格が上がるって言ったけど間違ってるでしょ。でもそれって付加価値に対して買うわけでしょ。わかる？だから俺の人気が上がっても買いたい動機にはならないじゃん。言ってる意味わかるかな？株とかだったら配当があるから買うわけだ。配当自体はサービスじゃないといけないんでしょ？ステッカーであったり何であったり。でもカオスはステッカーが買えるからっつってバリュー買っても、カオスから買う人はステッカーは手に入らないじゃん。でしょ？流通市場で取引は上がらないわけでしょ？だったらインサイダーするしかないんだよ。だからヒカルがやってることってやっぱ間違ってないんだよ。自分の価値を上げようと思うんだったら流通市場を動かさないといけない仕組みなんだもん。でしょ？だから最初からインサイダーさせて釣り上げ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 てっていう演出をして、後でお金渡すからって言って、で価格がバーンって上がったところで買いたい買いたいってなってるところに自分の売り抜ければいいじゃないの。そういう風になってるじゃん仕組みを。流通、流通市場の価値で俺は新規発行できんの？そしたら下がるよね値段が。やば。やばくないこの仕組み。穴が多すぎるでしょ。だってこんなん頭良かったらいくらでも儲けるじゃん。投機できるよ。ただもうめちゃくちゃ叩かれるけど。要はこれバリューが詐欺を認めてる状態でしょ。いや仕組み上かなり問題あるよ。俺これで儲ける自信あるもん。儲けるつか詐欺なんだけど。正当に行くなら売り切ることが一番最初の目的になる。限定100個とか。いやめちゃめちゃ危険だけど、めちゃめちゃ危険だけどねこれ。だけどこれ厄介なのがヒカルの周りも稼いだはずなんだよ。ヒカルだけじゃなくて。だから一人だと儲けらんないのこの仕組みって。だからこれでボロ儲けしたやつがヒカルの周りにいるはずじゃん。なんでそこは叩かれないんだろう。新規発行しすぎれば価値は下がる。そうだね。持ってるリスナーの価値も下がる。そうだね。なんかいろいろ考えよう。ちょっと待ってね。ニヤニヤが止まらないな。え、これ配信外でやってもいいっすか？すいません、配信外でやってもいいっすか？うん、光がつぶやいちゃったからな。確か限定つけるとか、それを爆発して消した。光だけじゃない。誰が叩かれたの？だってこれ多分仲間で相当儲けたはずだよ。うん。何これ？っていうか株式市場と違って穴がなさすぎて、これ仕組みとしてダメだよ。うん、仕組みとして危ないこれ。うん、いや儲けてる人は儲けたって言わないでしょ。いやそもそも買い手が見つかるのかじゃなくて、要は自分で持ってる金でこれでこういう風にしてってできちゃうのよ。もうか後でお小遣いあげるからってアカウント持ってりゃいいんだもん。あーこの辺か。そりゃ叩かれるわこれ。ちょっとだって株式とか知ってたりとかさ、悪知恵働くやつだったらいくらでも悪さできるもん。うん、いやね違う、価値が暴落する可能性ないの。俺の価値が下がるのは新規株が発行された時だけなの。そういう仕組みだから問題あるって言ってんの。株式会社とかだから不正が行われたら下がるんだよ。これ下がることはない仕組みなの。だから俺が問題ありって言ってんの。多分分かって
この話についてこれてる人は俺が言ってることわかるはずの。俺が指摘してるところはそこなのよ。下がることが新規株を発行すること以外ないの。買い手がいなくなるだけだから価値は温存なのよ。でしょ、合ってるでしょマキル。そうだよね。そうだからネズミ講と一緒で最初に参加した人だけが儲かるか塩漬けになるかしかないの。それが危ないっつってんの。価値が下がることない、暴落することない。何やってんの、のんちゃん。あ、ペコと話してんのか。合ってるよね。買い手がいなくなるだけだよね。暴落しようがなくない、合ってる。だって価値が下がるってどういうこと。ああ、なるほど、そういうことか。そっか、そういうことか。そうか、要はカオスが1万円で買ったけどこんなんゴミだわっつって100円で売っちゃったら暴落すんだ。俺のバリューに影響あんだ。面白いね。そっか、そうか。え、下がるか下がるか、保有してる。そっかそっか、売り手市場のカオスが安く売る。え、要はユーザーでさ持ってる人がいるじゃん。例えば、カオス例にしてごめんね、カオス。いやだってカオスが買ってもいいよっつったから。カオスが値段決められるの、売るときに。これがキーになってるんだよ。カオスが1万円で買ったものを2万円で売るよって言えるの、どうなの。それができるとしたらごめんね、カオス。例えばなんだ、カオスが1万円で買って、カオスにしか売らなかったとする。で、欲しい人に2万円で売って2万円で売れるっていうこと釣り上げられんじゃん。だからもう、インサイダー、なんで俺はインサイダー前提で話してんのかもよくわかんないんだけど。要はカオスが値段決められるんだったら、やべえな、この仕組み。インサイダー前提で俺話してるからね。だから詐欺師って言われるんだよな。詐欺脳。うん。危なくねこれ。だってカオスが要は自分が買った値段でもね、これね、なんでそういう仕組みを言ってるかっていうと、だって売りたいって思わないもん普通に。その値段で決まるんだ。売り抜けたもん勝ち。株と同じ、高値で売ろうとしても買い手がいなければ下げざるを得ない。でもさ、安くても売れないじゃんこの仕組みって。だから下げることないって言ってんの。言ってる意味わかる。もともと価値があるもの、配当とかがあるから市場の価格って決まってるじゃん。だけどだよ、そもそも配信者に価値なんてないんだから、あの最初の値段より下げるやつなんかいなくない。そもそも買うやつがいないの分かって買ってるから。だからヒカルがやったように、要は自分の仲間たち使って売ったり買ったりを繰り返して、要はバリューランキング1位とかに多分なったんだよ俺の予想。要はもう損するの前提で中で金回してたの、売ったり買ったり売ったり買ったりして。でその変動ランキング1位みたいな、何これ値動きすごいっつって投機目的入ってきたところでどんどん操作して売り抜けてさよならってやったんでしょ。支援目的で買った人は売らないっていう問題がある。いやだから OK、 分かった。本来のバリューがやりたかったことは支援目的で最初買わせると。で支援目的で買わせて、支援目的で買わせて
支援したいっていう人が増えたところで、じゃあみんな売ってね、よろしくねって言わせて、どんどん値が上がっていったり変動してハッピーだねっていうことか。でもさ、その株主には権限があるんだよ。ああ、なるほど。バリューを買って売りたいっていう人はもうその人のフォローをやめますっていうことだから、いやーこれ全然買うに買うとオフ会に行けるとか、ああはん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 、そうだよね、その付加価値自体でもこれ付加価値なくてもできるから。俺どういう風に運営しようかな、バリュー。そうだね、付加価値とそれがセットになってないとダメなんだ。はあ。ああ。そっか、オフ会を買う感覚でやってたんだ、最初。ああ。なるほどな。ステッカーだったり株主優待、それ目的の支援者は手放さない。でもさ、売り切り物だとそれできなくない？あ、何月何日までにバリューを持ってる人だけのオフ会っていうのをやってたんだ。あー、頭いいな。集めた支援金を寄付する詐欺とかもできそう。できちゃうな。面白いな。 でもバリューを健全に使う方法をちょっと考えよう。穴が見えてるっていうことは有効活用もできるはずだから。長期的に考えれば無理。オフ会行きたい人が多かった時に新規発行しなければリスナーで闇の転売が始まる。リスナー間で転売が始まる。株のトレーダーみたいなやつもいる。話題になった瞬間飛びついて、ちょっとでも上がった瞬間売り抜ける。じゃあちなみになんですけど、改めて聞きます。和道のバリュー欲しい人手上げ、いらない人手下げ。あの今の段階でバリュー欲しい人手上げで、欲しい人は金額いくらぐらいだったらっていう、日本円でいくらぐらいだったら欲しいっていう。今のところ配当なし、特権なし、優待なし、もうただ和道の知名度にかけるっていう人。ちょっと欲しい。ちょっと欲しいんだ。ちょっと欲しい。いや、分かってないな。こんな話聞いたやつ、後にいるやついないだろう。あのね、ラテンモンとかへって言ってんのは儲からないと思う。あのね、俺は分かった。ここでパルちゃんがね、のって言ってたらね、頭いいよ。頭いいよ。あのね、分かった。どういうことか。初見さんいらっしゃい。要はこれ、後から優待を豪華にしていけばいいんだ。っていう仕組みなんだよ。よく使っていくんだったら、ちなみに俺が悪いことするじゃなくて、バリューの問題点を話したんだからな、俺は。
こういうやつがいたらこうなるよねっていう。バドの場合は生産性のない仕事だから難しいな。俺が考えたバリュー言っていい？俺が考えたバリュー言っていい？俺が考えたバリュー言っていい？言っていい？お前頭いいわ、絶対言ってくれる。俺が考えたバリュー言っていいっすか？俺が考えたバリュー言っていい？俺の考えたバリュー、いや、それめちゃくちゃ面白いってなるよ、うん、言っていい？俺の収入をバリューで分散すればいいんだよ、ビットコインで。頭いいだろ、頭いいだろ、欲しいってなるでしょ。要は株式会社と同じ条件でビットコインの流通でさせれば、本当の株式市場みたいな感じで売り上げを上げていくことが仕事になるの。言ってる意味わかんないでしょ。これが多分綺麗なバリューの使い方なんだよ。俺自体を株式会社化しちゃうで、配当を出しちゃうの。年に一回決済を決めて、要は株主になるの、本当の。俺の収入そのものをビットコインとかウェブマネーとかで配当を出すの。あ、ダメだ、投機目的でできないんだ。花火で釣り上げんじゃないの。要は俺のバリューを持ってる人は本当にコミットする形にすればいいんだよ。和道がどんどん売れるようになるっていう。分散以上に上がらないってどういうこと？分散以上には上がらないってどういうことだろう、うん、配当は出せないの？それ引っかかるのか。それの方が正しい使い方じゃないの？ダメなの？あ、ダメなんだ、配当出すのは。あー、あくまでサービスじゃないの、ダメなの？いや、株式会社ってそれなんだよ。詐欺ではないの。そっちの方が詐欺じゃないんだよ、本来の意味で言うと。バリューの価格が安定するんだよ、俺の収入で。言ってる意味わかる？配当出しちゃうと違法になる。まあまあそうだよね、取引。ああ、そうなんだ。配当がだって物品扱いじゃないの、ウェブマネーって。ビットコインとか、そうだよね、企業とか株の仕組みだよね。俺がビットコインを発行する場合ダメなの？配当になるの、それ。だってバリューがそれやってんのにダメってどういうことってなるでしょ。やっぱ穴だらけなんだって、この仕組みって。だってさ、俺がビットコインで売ったらダメですよって、お前売ってんじゃんってならない？法整備された株式主義のみで許されてるから、バリューは脱法。だからビットコインに変えてるだけでしょ。ネズミだけが儲けちゃうからやらないでしょ。違うんだって、バリューだけが儲かるようになってるんだよ今。バリューと発行者だけが儲かるから逆なんだよ。俺が言ってる方が正しくやってるんだよ。仮想コイン通貨扱いなんだ。え、言ってる意味わかる？俺がやってる方がみんなが損しない仕組みなの、わかんない？合ってるよね。あるいは審査があるかも、そもそも。いやいや、まあまあ、あの、なんつうの、思考実験というか、なんつうの、思考実験じゃなくて、たらればゲームだから、こういうの。あー、仮想通貨扱い。あー、やっぱ付加価値だけでやんないといけないんだ。うん。それなら長期保有したいし、欲しい人が増えるし、俺の収入が上がらないってなったら下がるから、ちゃんと担保になるのよ。わかる？だから俺は価格を合わせたいなと思ったの。その、なんつうんだろう。フラットにちゃんとメリットがあるように。バリュー登録した時点で価値がある数道すごいね。俺登録したら保有してるバリューがありませんだって。悲しいな。カオス。ちょっと面白いじゃん。あの、俺は200万円値がついたのね。保有してるバリューに価値がありませんってなったんだ。ってことは何？お前はバリューさせねえよって言われたの？付加価値に何をつければいいんだろうな。
加価値、それってバリュー発行させねえってことじゃん、つまりあの門前払い食らったってことでしょ。それちょっと面白いじゃん。ある程度の知名度がないと面接でもあるね。絵描きが絵をプレゼントありなの？それは付加価値があるじゃん。そういうの付加価値っていうの。お金、通貨以外の付加価値をつけないといけないの。だから、人気漫画家とかがバリューを発行するのには意味があるの。例えば、バリューを保留してる人に、鳥山明が年に一回イラストをプレゼントしますって言ったら欲しいでしょ。わかる。鳥山明にあなたの、あの、ドラゴンボールとか、その、1枚プレゼントしますよって言った瞬間100万ぐらいの価値があるわけだ。で、マリュー1個しか、世界で1個しか持ってる人がいなかったら、どんどん値が上がっていくでしょ。俺150万出して、その1年間保有したらって。だけど、って、500万で欲しいって言ってるやつがいるって、どんどん上がっていくじゃん。めっちゃ買うでしょ。っていうように、付加価値を持ってる人は上がっていく仕組みな。で、鳥山明はどうやってそれをセーブするかっていうと、どんだけ値段が上がる、上がっ、あの、例えば、最初50万で1人の人に売った。いや、もう50万で1枚書くならいいか、つって1枚だけ売ったと。でもみんな欲しいから5億になったと。5億もらえるんだったらもう1人いいやって、もう1個売るじゃん。その時点で5億入ってくるっていう仕組みなのよ。そう。だから、付加価値がなかったらただのお布施になるの。バリュー発行しまくって何もしない漫画家はあれじゃん、それは値段が上がってバリューをなんで保留してるかっていうと、多分優待がないんだよ。だけどこの人が発行したら何かしらあるぞって言って、要は段階踏んでるんだと思う。いや、期待値だけで買ってんの。あのね、 G メールアドレス抜いたのは多分 Facebook から、ゴーストファイルから抜いたんだと思う。Facebook から抜いてる、多分。あ、これが問題のシャドウファイルってやつだね。怖いぜ。ビットコインや課金性の高い商品券、金券ダメ。俺ができる付加価値って何なんだろう。何もやらないって公言してるんだ。駆け出しのアーティストとかにはいいね。いや、配信者もいいはずなんだよ、本来。俺が、だから、その、なんか価値をつけて、上がっていくような価値をつけないといけないんだよな。何があるんだろう、それは。でもね、俺はね、多分なんだけど、向いてると思う、これは。俺の予想なんだけど、多分向いてる。面白い配信をしてるんだったら、面白い配信を見てるだけで成立するから、バリューを買う必要がない。でしょ？で、なんでかっていうと、面白い配信してるからお布施するよって投げ銭して1個しか買えなかったじゃん。ああ、違うわ。それだわ。ああ、でも難しいな、仕組みが。でも100円ぐらいだったら持っててもいいかなとは思うけどな、バリュー自体を。俺、野田のバリュー買おうかな、ちょっと。野田のバリュー買おうかな。なんでかっていうと、野田のバリューを買って、野田のバリューを買って高く売れることがありそうな気がするな。逆に俺、野田のバリュー買おうかな、逆に。それ面白くない？野田のバリュー買おうかな。いや、野田のバリューは動きそうな気がするな。買おうかな。野田バリュー。いや、違うんだよ。俺が面白いことするんだよ。
野田のバリューを100円で買ったら1億円ですってやるのよ。頭いいだろ。わかる？野田で買った100円のバリューを1億円で売れないの分かってて1億円ですってできるんだよ。わかる？余計、要は炎上できるじゃん。うん、野田のバリュー買おう俺。野田のバリュー、野田ゾーリ、野田ゾーリのバリュー買う、決めた今。買います、今買う。野田ゾーリいた。野田のバリュー買うわ、決めた。え、野田のバリューどうやって見んの？買おう、決めた。野田ってやるじゃん。え、で、野田ゾーリこれどうやってやんの？ここに野田いるんだけど、ここにいるんだけど見れないんだけど。え、野田のページに行けないの？なんで？野田のバリュー買うわ、決めた。野田ゾーリに行けないの？なんでだ？なんで見れないのこれ？どういうこと？野田バリュー買おう。俺いいこと考えた。野田のバリュー買おう。いや逆だよ、知名度あるやつの買った方が勝ちなんだこれ。俺の知名度を上げようっていう風に考えるんじゃないんだ。で俺に違法性ないから野田のバリュー買った方がいい。買おう。野田のバリューどうやって買うの？野田のバリューどこ？顔決めた。あのね、変にビットコインとかに投資するよりも爆上げする可能性があるんだよ、よくよく考えたら。で野田の知名度だったら絶対行く、これ買う。え、これどうやってやんの？野田通りどうやってやんの？え、飛べないんだけど、なんで？面白いね。いや逆逆、俺が叩かれる仕組みじゃなくて叩かれるの野田だけなんだもん。顔俺気づいた、叩かれるのは野田だけだ。うん、買う。要は乗っかった方がいいんだこれ。ちょっと待ってね。え、野田のページに行けないの？なんで？ビットコインも登録する。あのふわっちのポイントをビットコインに変えられるから。今買う。うん。そう、有名な人ので発行したばっかりでしょ。で野田がトレンドになって野田が仕掛けるはずだから。なんでか気づいたの？野田が炎上させたのは、これバリュー売るための作戦なんだよ。野田はだから頭いいの。分かってやってんの、炎上を。だから野田のバリューは仕掛けて上がるんだよ。あいつ炎上得意だから。え、ていうか、野田発行されてなくね？野田だけ見れないんだけど。あ、合ってるよね。うん。だから、今野田に乗っかっておいた方がいいんだ。分かったわ。野田がやろうとしてること。野田のバリュー買う。ていうか野田のページだけ行けないんだけど、なんで？野田のページだけ見れない。なんでだ？なんでだろう。野田ブロックされてる？気づいたよ俺。野田のバリュー買いたい。え、野田のページ行けないの？なんでなんだろう。野田のページだけ行けない。俺ブロックされてんのかもしんねえ、野田総理に。野田総理にブロックされてんのかな。野田見てるな、この放送。野田見てるな。野田見てるな。野田気づいたな、こいつって。おい野田買わせろ。野田見てるな多分。他のページには飛べるけど野田通りのページだけ飛べねえぞ。買うのにブロックするか、やましいことがあるのか。なんだろう、野田通りのページだけ、他の野田には行けんのに野田通りだけ行けない。
いけたわ。バリューの、バリューのあれだったわ。バリューの不具合だった。ごめん。いた。ホタツオリ。10年間にわたり引きこもり生活を送りました。現在は YouTuber、YouTube 先なんだ。ニコ生放送なので動画配信者として活動している。ニュース、事件、直接言ってマスコミが報道しない裏側を動画で配信し続けています。視聴者の要望に応えて面白そうな現場には、全て駆けつけます。思想心情は働かなくていい国へ大丈夫かこれ働かなくていい国へ。人工知能はブロックチェーンをはじめとする最先テクノロジーによって国民の労働を代替し、国民はベーシックインカムで働ずに、そんな理想国家を目指すのに日本は今すぐ全力を注ぐべきですと。で、バリューを購入する。安いよ、安いよ。え、買おうかな。え、どこで買えんの。え、買おう、マジで買おう。ちょっと待って、購入が4736 0.04736。 え、買おうぜ買おうぜ買おうぜ。え、マジで買っていい、マジで買っていい。買っちゃう買っちゃう。バリュー買っちゃっていいっすか、野田総理の。え、いくら分買う、みんないくら分買う。え、じゃあ分かった分かった。今から買うんだけど、この枠で、花火上がった分全部買わない？次枠で30分だけ放送やって、その分の、よっしゃ、やろう。よっしゃ、次枠、野田ゾーリのバリュー買う枠にしない？どう？野田ゾーリの、バリューを買う枠やらない？どう？どう？それ面白くない？ね、その金額丸々買うの。野田総理のバリューをそのまんま全金額買うってどう？それ面白くない？花火の数だけ。面白くない？どう？それ面白くない？要は俺がやったらインサイダーだけど、野田がやったらインサイダーなんだけど、俺がやったらインサイダーじゃないんだよ。どう？やってみていいっすか？次枠行ってもいい？次枠行ってもいいですか？あれ？見えてる？次枠、野田総理のバリューを買いたいので花火ください。どう？うん。枠のタイトルはじゃあ、野田総理の、バリューを買う。うん。OK。じゃあ次枠行きます。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。